エネルギーが足りないと思った時に、外の空気に触れて木々の息吹を感じてみましょう。疲れていたり寝不足だと感じたり、逆に睡眠はとっているのに元気が出ない、座り込んだり動けない時がありませんか？エネルギーのバランスをとってみましょう。足踏みをして右手で左足の膝を軽く叩きます。次に左手で右足の膝を軽く叩きます。数分してみるとどうですか？何か変化を感じましたか？体の中を小川が流れるように、いつもきれいな水が流れているようにと願います。ナザレのイエス様、私たちの中の体の水が濁りなく透明になり、イエス様の光が通り輝きますように願います。アーメン。